告知の方のあれが写真が出ますか。あ、あれですか。こっちの写真これですか。うんうん。ですね、私ラクド社の秋のちょっとイベントの告知をさせていただきたいと思います。これですけども、柳瀬のり子さんっていうか、アーティストの方が、浜松出身で今掛川にアトリエを構えている作家さんで、実はその2011年の東北の震災以降、こうやっぱ画風が変わってきて、まあ、非常にですね、社会性を持ってはいるんですけど、その身体と動物っていうのが非常に出てきてまして、僕はこのシリーズとても好きでですね、ぜひですね、皆さんに見ていただきたいなと思って、地元でありながら割とこう東京だとか、まあ、海外の個展が多い中で、藤枝でですね、実はやっていただくことになりました。これが10月5日から、17日ですね、この期間ですね、開催されます。ちょっと小さなギャラリーで15点ぐらい、まあ、ちょうどいい空間なので、足を運んでいただけたらいいのかなと思います。それで実はですね、この柳沢さんっていうのはやっぱりこの人物ありますけれども、田中泯さんっていう方のダンサーのですね、やっぱり身体に非常に以前若い時から感化されているようで、実は田中泯さんっていうのはラクド社、先ほどちょっとお話しさせていただいたんですけど、2000年から毎年1回は公演をしていただいていることがもうずっと通例になってまして、今年もですね、非常にお忙しい中なんですけど、11月3日に時間を取っていただいて、こちらの身体っていうのと柳沢さんの身体性っていうのが非常に、田中泯さんは身体からこう脳に行くっていうか、考えたものを体で動かすんではなくて、体からのものが最終的に脳の信号に与えていくっていうような考え方で、柳沢さんの方はまた逆の方向で、そこにちょっと版画がちょっと多いものですから、版がそこに介在することで、その版のそのがここ一つの時間のズレになって表現に触るとこう時間性もそこに入っていて、身体ももちろんそうですけど、身体もそこに含まれるんですけど、なんかそこがこうオーバーラップするところがあったりして、非常にその興味深い2つの身体性が、表現の違う身体性がここに同じ時期にやることでより浮かび上がるんじゃないかっていうことで、2つを同時に私が企画しています。ミンさんの方は自然するっていうタイトルで、まさになんか今の時代を象徴するタイトルなんでしょうけども、地下の舞台で、初めて地下の舞台ができてもう十何年になるんですけど、初めてあそこでやると。しかもその人数が限られてまして、100人限定なんですね。で、まあすでにやっぱこう結構東京とか 県外からのお申し出が多いので、早いうちに皆さん県内の方、地元からの方がね、ちょっといつも少ないのでね、非常に寂しい限りなんですけど、ぜひぜひですね、この機会にですね、お越しいただきたいと思います。で、交流会もですね、40人限定でやります。これもだいぶ埋まってきちゃうんですけど、ぜひ早いうちに
申し込みください。それとですね、先ほどちょっとお茶会の あれなんですけど、実は15年前に土の家かっこ茶室っていうのをここにちょっと絵がありますけれども、ドーム型の土の上に先ほどちょっとワイヤーハンガーをやりかけたんですけど、折々にですねお茶会をやってます。で今年、去年、一昨年やったんですけど、今年10月7日にですね4席だけ、これ京都からですね、この西洋さんっていう和菓子屋の、これはお芋さんっていう有名な和菓子屋さんで修行した、女性の創作和菓子作家さんなんですけども、彼女がですね落土者に、足を踏み入れてあそこのこう空気を吸いながら、和菓子を作っていただくんですね。で24人のために京都からわざわざ来ていただくことになってます。まあお菓子だけ食べたいっていう人も大丈夫ですね茶室に入らなくてもぜひなんていうんですかね、まあ、お茶で言うとね一期一会ってよく言いますけども、その時でしかないおそらくお菓子、あるいはその季節感を盛り込んだお菓子、あるいはそのしつらいもですね、今回のために長嶋秀樹さんという美術家の方が今一生懸命作品を作ってくれています。まあそういうですねことをちょっと喜びながらお茶を一服飲むとまあいうこともまあ豊かな時間じゃないかなというふうに思っています。ぜひですねそういう機会に、お越しいただければと思いますので、よろしくお願いします。